どうぞ。いやお前さ、夜です。カメさんこんばんは。夜中ですもん、本当に。まもなく日付が変わろうとしております。もう夜中過ぎやで、これもうほんまにな。日付変わるよな。いやいや、夜中って何時から夜中なんですかね。うん、どうやろう。大体昔から放送的なことで言うとね、はいはい、10時過ぎたら深夜枠でした、やっぱり。ああそうかそうか、僕らの時代はね。でも今はね、夜が遅くなってるから、うん、ゴールデンの後の、準ゴールデン的な扱いやで、まだ10時台はね、だから9時から11時は準ゴールデンですもんね。もう11時からは完全にも深夜枠でしたけどね。まあそんな感じじゃない今も。まあ、テレビの放送枠に関係なくし、じゃあ今は深夜なんですね。そう、まあ曲的に言うとね、曲的に言うとな、その CM の値段が違うわけよ。はいはいはい、ああなるほど。深夜だとやっぱ安くなってくるのね。そうそう。で昔一部タバコの CM はね、だん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 規制されていって、はいはい、夜10時以降しかあかんとかなってたりね、あったんですよ。はいはい、あ、うん、そうなんですか。そうそう。うん、だからそういうので、まあそういう考えるとやっぱ10時からなんかなと思ったりしてね、昔はね。うん、ああなるほど。うん、だから10時までは普通に夜ですね、こんばんはできるわけですね。そう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 、まあ10時過ぎたら大体も深夜枠だったですね、僕らの頃は。今どういう扱いになってるのかちょっと分かりませんけどもね。そんなまあでも多分そんな大差ないですよね。それが例えば夜中の10時過ぎてもまだ準ゴールデンやっていうことないですもんね。まあそれはもうないね、もう完全にど深夜やな、それはな。うん、まあでももう完全に、うん、深夜枠、放送媒体なんで深夜枠、深夜枠よ。ほんまにね、 YouTube 深夜枠でお届けしましょう。 YouTube でもこれいつ見てるかみんなご自由ですからね、生配信じゃないんで。ね、B ボーロクさんなんか朝の通勤時間に必ず聞いてくださってるんでね。 B ボーロクさん、僕たまに朝の未明の4時ぐらいとかにね、コメントをいただいたりするので、ビフォロックさんいつ寝てはるんかなってたまに心配したりします。ほんまやな、もう酔いつぶれてそのままなんか寝てて、はい、パッと目覚めたら早朝とか、そんなん違う？いや、それやったらいいんですけれども、お仕事とかで夜中までずっと働かれてたりと大変やな。それはそれで大変やけどね。でもそれよりも酔いつぶれてる方が大変やと思うで俺。まあここをね、土日はあんまりいいお酒になってないはずなんでね。あ、まあね、試合連続つらかったですね。まあでもなかなか5年ぶりやって、2桁連続2桁失点っていうのはオリックスさん。あ、そうなんですか。うん、なんか5年なかったんですね。いや、なかなか2桁失点ってそうないよ。あ、そっか、うん、続けては続くことはないんかな。まあそうか、大体ほら打った方のチームも翌日は打ちすぎたらちょっと沈黙するって言うやんか。うん、それよくありますよね。うん、10点取った次の日、はいはいはい、試合の側にわずか安打2本とかね。そうよ、今日さらにパワーアップさせてたやんか、ホークスさん。はあ、って感じ。終盤になってもうホームランの嵐でしたもんね。うん、もうね、野球の話をすると、そうそう、一つだけ言うと、ロッテが勝ってね、はい、オリックスは6月20日以来守り続けていた首位を明け渡すという、78日ぶりの、まあ、首位からの脱落という形になりました。まあでも、まあまあ、これはまだ負け惜しみでも何でもなくて、まだ途上なんでね、これが最終ゴールじゃないから、ここからよ、ここから、うん、そうなんですよ、うん、ここからの勝負だと。長い80何年のプロ野球の歴史で、このラスト40試合で展開が動くことなんか多々ありましたもんね。うん、そうそう、だからここが、ここからがどこもしんどいのよ、ほんまにね。オリックスだけじゃなくて、マリンズか、そうそう、マリンズもしんどいし、どこもしんどいんよ。だからそのしんどい時をどうやっていくのかっていうことなんでしょうけどもね。そうですよね、昨日かな、このカズチューブのコメントにもありましたけれども、ホークスファンの方が、うちもしんどいんですよって書かれてましたもんね。いや、もう本当そうやと思いますよ。おっしゃる通りと思いました、本当に。追いかける方もしんどい。ただちょっとこの2日でホークス目覚めたかもしれんよ。いや、本当に。こっからさらにモイネロ投手とか森投手が帰ってきたらもう、そうね、ちょっと話が変わってきますもんね。今日ファームで岩崎も放ってましたからね、もうね。岩崎投手あたりが復活してきたら7回も回ってきますもんね。そう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 。まあそこはどんどん選手戻ってくるっていうね、状況なんで。ただ今その代わりに出てる選手頑張ってるし、
本当に、ね、打つ方ではリチャードが今日も打ちましたからね、日本。いや、リチャード選手すごいですね。6打点。プロ初オリックスから放ったら今日ね、うん、プロ初ホームランを放たれて。初安打も昨日やろ。そうです、オリックス戦でしたね。初ホームランやろ。ああ、みんなオリックス戦が初やねんな、これな。選手のね、ウィキペディアにね、うん、あの成績の詳細とかっていう欄にね、うん、プロ初安打は何月何日どこどこ球場に出てるな、対戦でって書かれるの、うん、対オリックスって書かれるんやなと思って。そうよ、大体そんな感じやんか。ね、僕、うん、森選手のプロ初ホームランオリックス戦見に行ってました。あ、僕ら仕事で清宮のプロ初ホームラン見たしな。そうや、そう、そんな多いわ。辛いですね、そんな見るのもね。ね、まあまあそういう巡り合わせということでね、まあそういうことなんでしょうけども、まあ、野球の話をしてるとちょっとね、はい、ネガティブな感じになってくるんで、でもね、あのネガティブっていうか、それは僕らの気持ちがそうであって、全然まだまだネガティブじゃないから。まあ確かに悪い材料はいっぱいあるよ、故障者も出てきてピッチャーもちょっとしんどいけども、これがそこやと思ったらいいのよ。だから、ああ、なるほどね。うん、そうか、今が一番悪いですね。そうそう、だから、あの、確かに今が一番悪いと考えたいよね、だから。ああ、そうです。そうなれば、ここからは上がり目なんでね。だから、それを考えていくと、また火曜日から、神戸でのゲームやん。うん、そうなんですよ、今年最後の神戸。ね、3連戦ね。で、おそらく、初っ端宮城くんで行くんでしょ？うん、らしいですね。で、宮城さんには、今年はもう開幕当初から、もう必ずと言ってもいいほど、はい、あの連敗の後の登板という、ね、感じが続いていたんですよ。今回もそうなりますが、申し訳ないですね、はい、宮城さん、まあ、一番若いピッチャー。そう、でもそこで彼はずっと止めてくれていたわけ。いや、ほんますごいですね、うん、だからあの今回もね、ちょっとあの、宮城大明神にもうここはもう託すしかないんですけども、うん、頑張ってほしいね、はい、うん、いや、宮城さん多分神戸初バウンドだと僕はもう記憶してるんですけれども、うん、どうなるんかなと思って楽しみにします。でも大体ほら、あの 西、まあ、西武ネットライフはドームやけど、まあ、半分ドーム違うし、で、あと外の球場であのほら、楽天生命パークで強いでしょ、はい、彼はね、要はヒーローインタビューになりますもんね。そうなんですよ。だから屋外の球場はあのおそらく増えてじゃないと思うんですよね、うんうん、だからその辺にも期待したいなと思えば、去年はずっとファームで前島で掘ってたわけですもんね。そうそう、そういうことですよ。ちょっと頑張ってもらいましょう。で、ね、はい、で、まあ、あの我々も最後の神戸なんでね、頑張っていかないといけない。花火上がるんやろ、また花火ね、3日とも上がります。よっしゃ、そしてですね、うん、水曜日なんですけれども、はい、予定はウル君とベルちゃんが浴衣を着て登場する予定です。9月に浴衣、9月に浴衣です。はい、もうみんな花火見ながら、ほぼみんな閉まってるやろな、浴衣、9月は。いいんです。いつまでもこう夏の雰囲気を楽しもうというね。あ、そう。いい企画と僕は思います。まだ夏は終わらないという感じですね。そうです。ウルクメルちゃんのね、その浴衣姿を写真撮って収めてほしいなというふうに思いますので、まあね、貴重な、貴重な。でも普通に考えたら9月って浴衣着ないよな。まあ8月ですね。そうやろ。ね、そうやろ。7月か。そうやろ。浴衣って夏やぞ。6月も着いへんし、9月も着ないですよね、うん、おそらく浴衣っていうのは夏の季語やと思うんですが、それを考えるともう季節の上では秋ですからね、うん、やるね、うん、オリックス。いいです、まあ、花火と浴衣セットということでちょっと1週間だけ許してください。ああ、そう、まあ、僕やったらおそらくその企画はボツにするけどな。ああ、なるほど。いや、花火はいいよ、別に。別に花火は冬の花火だってあるわ。花火は一年中ありますもんね。あるわ、あるわ。ファイアワークすらいつでもある。そうそう。だってあの、カウントダウンの時も花火があったりするやんか。あ、そうです、そうです、うん。別にいいんだけど、浴衣は9月に着るか、そろそろ30度最高気温切ってきてみたいな時に、すごいなあ、その企画。いいんです。いいの、いいの。あ、そう。いや、別に僕は。かわいさを増す、増すんです。あ、まあね。で、今年1回も来てないのかな、ほんなら彼らは。あ、来てないと思いますよ。あ、まあ、それでね、1回ぐらい来とこうかっていう感じなんでしょうね。そうですよね、うん、なんか結構ね、ブルクメルちゃんって衣装何種類かあって、うん、
あのハロウィンバージョンの衣装があったりとか、まあいろいろあるよね、はい、あるある、あのスタジアムウェディングバージョンの衣装があったり、ある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 ね、ありますよね、あるある、結構かわいいんですよ。そうやな、うん、とりあえず今年1回も来てないんで、あの、はい、来て1回ぐらい来とこうかというそういう企画ですね。はい、はい、そんな企画が水曜日に予定されてますので、はいはいはい、水曜日にお越しください。それなんかパリーグ TV のなんか企画に、もう9月なのに浴衣とかで乗るぞ、それそのままに。悪意丸出し。パリーグ TV さん。なんかそういうのあるやん、時々。なのに。ありますあります。うん。あの煽るようなタイプがあります。そうそう、9月に浴衣とかでクエスチョンマークついてるぞ、本当に。あるある。TV さん、たまに挑発的な時ありますよね。そう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 。あれが面白いですけどね。いつまで経っても夏気分とかって書かれるぞ。あ、そう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 、あるある。頑張ってやってますからね。はい、まあそんな感じで、まあ、山本さん、そうそう、あのね、うん、そう今思い出しました、神戸のね、あれでね、うん、あの去年ブルーウェーブ復刻やったじゃないですか、うん、はいはいはい、で去年その復刻に伴って、ね、うん、ブルーウェーブのグッズいろいろ発売再販したじゃないですか、再販というかまああったね、じゃないですか、うんうん、あれのね、うん、なんかおそらく残ってるやつだと思うんですけれども、うん、ブルーウェーブの福袋、うん、グッズ福袋がね、うん、明後日から発売されるらしいんで、僕ちょっと買おうと思ってるんですよ。あ、いいねそれ。はい、うん、B-WAVE で買って、 B-WAVE で売ってるのそれ。あ、B-WAVE と、ホットモットの球場の、あ、球場のグッズもあるのね、うん、はい、あ、そうなの。発表されまして、ちょっと買おうと思ってます。ほんま、ちょっと買って中見せて、見せてよかったら俺も買うわ、はい、というセコイ。何が復刻されて、まあ、T シャツとかユニフォームとかやろ。 T シャツとかタオルとかパーカーとか。あー、パーカーね。はい、ネッピーのパーカーありました。あ、なるほどね。そうなんです、ちょっとそれがね、1万3000円分相当が5000円で、うん、あ、それはいいね、はい、なんかあのカッパないかな、カッパ。ネッピーのカッパね、アマガッパ。いや、昔あったよ、ポンチョは。ネッピーのあった、昔だってそれこそドームじゃなかったからさ。あ、そうかそうかそうか、うん、普通に雨の中のゲームなんかよくあったでしょ。そう、僕持ってたんですよ、どっか行ったんですよね。ああ、この間甲子園行ってさ、コンビニで、コンビニで買ったやん、甲子園の、はいはい、アズナスさんで買ったやんか、うん、あれ無地のやつ買ったやん、あのタイガースのマーク入ってない方な、うん、真っ白のやつ買いました、うん、あれ、あの中でもしネッピーのライトスタンドのど真ん中で来てたらどんな反応されたやろな。まあし、なんか若い方が多かったんで、うん、あの時はライトスタンドはネッピーを知らないかもしれない、うん、まあそうやな、うん、そんな感じやな。まあ巨人のやつじゃなかったから別に怒られへんやろな。でもね、うん、あのね、そう思いましたけど、その時にね、前に座ってはった方がね、うん、おぼむろに携帯を取り出した、取り出されて、僕は見えたんですけど、はい、うん、野球速報を見られてね、うん、それがオリックス対ホークスの野球速報をパッとつけられて、ちょっと気になって、気にしてくれてはったんや、ほんなら。やっぱり由伸ってすごいなって喋られてました。だからやっぱオリックスファンと阪神ファン、兼業というか兼任されて応援されてる方多いやなと思って、その時思いました。いや、まあそれはまだ善良なら阪神ファンやな。多くの阪神ファンは、おい、吉野 FA いつやって言ってますからね。もしかしたらその方たちもその後にそういう会話あったかもしれない。FA いつや、あと何年やって言うてるかもしれませんよ。もう許してください、糸井さんも差し上げたし。でも糸井さん、昨日も、あの、今日も活躍、あ、一昨日か、活躍して、今日も活躍して同点のタイムリーヒット打ってましたからね。一昨日ライトまで来てくれて嬉しかったですね、渋谷。ライトね、背番号7番がね、うん、いい感じでしたね。感じでした、糸井さんはやっぱり。ということで、まあ、あの、全然取り留めもないあの野球の話でございましたが、ぜひ皆さん火曜日からのオリックス対ロッテ戦、はい、神戸の方に足をお運びくださいね。そうです、首位攻防戦です。はい、で福袋も売ってるというね、ブルーウェーブ。そうです、ブルーウェーブいいね。これ亀君の中身見てよかったら買うわ俺。な、火曜日か水曜日かの時間に、うん、ね、それちょっとほんなカズチューブで披露してくれる今度。あ、わかりました、そうしましょうか、うん、OK。 じゃあそんな感じで今回は、はい、ありがとうございました。